にちは、日本アルプス弦楽団です。
ルプス弦楽団です。おはようございます。ですね、私たちはめっちゃ緊張してます、ブルーグラスっていうアコースティックの、ね、ジャンルの音楽をみんなやってる人たちで、日本各地にいろんなそういうブルーグラスをやるサークルがあって、でその卒業生たちが集まって、でしかも夜でいいよね、こう今みたいな地声と歌声を繰り返して歌うような歌い方、面白いねっていう人たちが集まって私たち日本アルプス弦楽団やってます、本日はよろしくお願いします。ヨゼルを2曲だったんですけど一緒、全く一緒ではないですね1曲目が、カウボーイスイーターなんかカウボーイのスイーターをやりたいという曲で2曲目がカウガールヨゼルカウボーイカウガールで出来がち、そう今日は実はちょカウガール実はというかカウガールイメージしてちょっと、はい、ここに立ってます3曲目のヨーデルたくさんなんで、はい、キャノンボールヨーロ。いいよ、何の話してる
やってたし、話話さなくて大丈夫なの？話してもいい？あ、MC の順番を決めてたんですけど、間違えて出てきました。失礼いたしました。そうですね、今日、ファンキートンク。ファンキートンクの話しようと思って。なんか、ファンキートンクもすごい楽しみにしてて、なんか来たことが、私、明大生と京大生と神戸大学新大生がいるんですけど、元ね、京都のホンキートンク初めて来たよっていう人、おお、なんかすごい来たこと、私たちも来たことない人が結構いるんですけど、調べるじゃないですか、もう Google マップの写真とかがめちゃめちゃ立派な建物っていうか、なんかすごい中が本当にすごいかっこよくて、これとかなんかぜひ写真撮って送ってほしいんですけど、そうしてる、なんか私このステージの後ろにホンキートンクとかロッキートップリトルビレッジって書いてあるのがめっちゃ好きでなんかステーションインみたいなそういうのがめっちゃ好きで、ちょっとぜひ写真を撮って送っていただけたら嬉しいです。ご飯もすごい美味しくて、私はさっきタコライスを食べたんですけど、さっきイメージピッカーズがジャンバラヤ、ジャンバラヤ、ハンク・ウィリアムズのジャンバラヤをやってたと思うんですけど、ジャンバラヤが一押しらしくて食べたんですけど美味しかったです。小学生ついでに言うと、そう、なんかさっき食べたライムジュースも美味しかったです。あ、なんかテキサスレモネードをなんかどん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 食べ物の話、テキサスレモネードを飲んだんですけど、テキサスレモネードを飲んだんですけど、すっごい美味しくて、なんかいつもと飲むレモネードと全然違う味だったんですけど、めっちゃ甘くて美味しくて、ぜひなんかぜひお酒を飲んでどんどん盛り上がってほしいんですけど、ちょっとお酒はみたいな方はぜひテキサスレモネードを飲んでほしいです。以上でございます。じゃあ次はヨーデルじゃない曲を、はい、やります。ヨーデルじゃなくて、唯一のヨーデルじゃない曲、そうですねでちょっと日本語の曲をやってみます。今日なんかブルーグラスの関係じゃない方もたくさんいらっしゃってると思うんですけど、知ってる方多いと思う、アイドルさんやりますでは行きます。年下の男の子、I'm not afraid to die.
こそさ暑いね、なんかステージの上すっごい暑い、暑いですね。なんかさっきまでなんかちょっと寒さも感じる方もいたみたいなんですけど、激熱激熱ですね。で、ここで、私たちのことを知らない方も多いと思うので、メンバー紹介をさせていただきたいと思います。じゃあこちら側から、フィドル、神戸大学 OG のあやねる、はい、よろしくお願いします。バンドのお姉さん的存在で、一番そうですね、年上年上の女の子ですね。いつもお菓子を持ってきてくれます。はい。食べたいやつ。いつも食べたいやつだからいいんだよって言って持ってきてくれて、で今日はアップルパイを持っていきました。超美味しかったです。で次が、名古屋大学 OG のマンドリン弾きの山優です。自分で自分のなんか自分でなんだっけ、チベットスナギツネに似てるって言って、あのチベットスナギツネのアイコンにしてたことが、自分では言ってない、あ言ってないよ、本当に言われて、あのネタで LINE の自分の画像をチベットスナギツネにした時代がありました。すごいごめんなさい、ちょっとなんか紹介何をしようと思ったのに、それが紹介できると思わなかった。メンバー誰も知らない。熱いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースが、すごいいろんなところで活躍してます。ブルーグラス界では結構あの活躍をしてて、すごいふっかる男の加藤智樹です。このバンドすごいあだ名で紹介、あやねるさん、山湯、神間みたいな感じで紹介していくんですけど、智樹くんだけなんか他のバンドで加藤智樹ってよく紹介されてて、その癖で私が加藤智樹って言ったら、そのバンドの人にお前だけなんか距離があるのって言われたみたいで、それが面白くて知ってます。ごめんなさい。はい、あ、名古屋大学の OB のです。はい、で、あ、じゃあ私が名大名古屋大学ブルーグラスサークルの OG で、ま、私は名大生ってわけではないんですけど、OG の、番長の神マックスと申します。略して神マっていうのでお気軽に呼んでください。でこちらが、兄弟のアイドルの兄弟 OB アイドルの鈴木くん、骨太郎ことレッティス。ひねくれ者なのに愛されてるっていう感じですで、最後、今日の主役、このバンドの主役、京都のヨーデル娘の松岡たまみです。このバンドがなんか私がすごいヨーデルが好きで、で兄弟にそのヨーデルがヨーデル経験者が現れたっていう噂を聞きつけて、先ほどのレイジーピッカーズの金道さんにお願いして紹介してもらって、バンドを組んで、それがもう4年ぐらいに続いてるっていうバンドに、カズマのね、こんな素敵な人たちが集まって、フッカルで楽しみだな。すごい映画の
ちゃ有名な映画の曲なので知ってる方も多いと思うので、ぜひみんなで歌ってるところは皆さんも一緒に歌ってくれると嬉しいです、うん、はい、よろしくお願いします。では、サウンドミュージックからの一人ぼっちの羊飼いです。幸せです。ありがとうございます。
を少し話すと、確かですよ、記憶に、私の記憶によると初めてライブに、こういうライブに聴きに来たバンドがレイジーピッカーズだったんですよ。いや、エモくないですか？で確かそのレイジーピッカーズ聴きに行ったところで初めて黒ビール飲んで美味しかった。ダブリン、多分そうですなんかね、私があれですね、東大ブルケンに入った頃にはもう存在してたバンド、まあ、正確にはその時は2人組のバンドだったんだけど、その頃からもうずっと見てるバンドで、なんか、ね、年々こう変わってるんだか変わってないんだかよくわかんない感じで、ああでもやっぱりうめえなって思いながら見てるバンドですね。割と目標だったり、なんかこうなんでこいつらがうまいやろみたいな気持ちになったりとかいろいろあるんですけど、見てくれてる、ひねくれアイドルなんで。そう、1個リクエストがあるんですよ、レジーピッカーズさんに。CD あるじゃないですか、ぜひ Spotify にも流してほしいっていうリクエストです。曲のリクエストじゃなかったですね。曲のリクエストもこちらのチューニングが合わないらしい。カミマがピドルを今度は使って最初このアヤネルさんとツインピドルを披露しますので、そこに注目してもらいたいです。それと途中でなんか、ブルーグラスであんま見ないカズーの、あ、そうね、さっきもちょっと登場したんですけど、それも出てくるのでちょっと見てくれたら嬉しいなって思います。よろしいでしょうか？はい、それでは、ヨードウェストチーム、あ、フィドルを弾くのは一番最初にツインフィドルをやって終わりなので、ぜひ最初頑張ったな、頑張って練習したって思ってくださった。はい、拍手をお願いします。まだ披露してないので。Show us how you're the Western Street. You're the lady.
次はですね、ボーカルを交代してこちらのホネ太郎さんが歌います。どうも、はい、一つのライブで1曲しか歌わない男です。まあ、私も例にもらえてヨーデルを歌うんですけど、松岡さんがね、歌うヨーデルは結構なんか機嫌なサンガールがやってきたって、ヘイヘイみたいな曲がとても多いんですけれども、実はブルーグラスで主流なヨーデルってもうちょっと、寂しめな曲というか、ハイローンさん、いわゆるハイのローンさんのやつが結構メインなんで、ちょっとそちらの方を歌わせていただけたらなと思います。結構ブルーグラス経験者が多いと思うんですけど、改めて皆さんブルーグラスの歌詞ちゃんと読んでるでしょうか。まあ当然ボーカルの方は読んでると思うんですけれども、はい、なんか読んでみたら意外としょうもないこと言ってたとか、めっちゃ明るいこと言ってるやんけみたいなことも多いと思うので、ぜひ歌詞をかみしめて言っていただけたらなと思います。で、一応今からやる曲は親友が死別してしまって、それについてさよならと言っている結構物悲しいようでの曲になっています。佐々木君が今までで一番印象に残ってるブルーグラスの歌詞、いや、なんか俺はずっとブルーグラスのオールドホームプレイスが、故郷が恋しいっつって恋人いねっつって、なんかすごいブルーグラスで歌うこと全部言ってるなっていうのが結構印象に残ってますね。いや、なんかすげえやるせねえ曲だなっていう印象強いですね。あとはあれですね、Talk It All Over With Him とか、意外と結構セークリットというか、なんか恋人との別れ、故郷への報酬に続く第3のテーマじゃないですか、ブルーグラスの中の、ね、なるほど、こういうのもあるのかと思った記憶がございます。ブルーグラスが好きってことで、ね、すいません、喋りすぎました。次行きます。いや、いいと思う。はい、はい、ではさっき言った通り、親友よサラバという曲を、歌わせていただきます。 Goodbye World Part。Oh,
出来事が起こりまして、ゴールデンウィークに私石垣島に旅行に行ったんですね。そこなんかすごい石垣島、その時雨だったんですけど、雨にもかかわらずすごい海がそれエメラルドグリーンでめちゃめちゃ綺麗で、もうぜひ行ってほしいんですけど、帰りに、まあ、石垣島って私名古屋に住んでるんですけど、名古屋から行くと、安く行くのがセントレア中部国際空港から、那覇に行って、でそこから乗り継いで、石垣島に行くのが主流なんですけど、その那覇から、那覇からじゃないです、石垣から那覇に行く飛行機の搭乗口の前のベンチのところで待ってた時に、携帯いじりながら待ってたんですけど、なんかアナウンスが聞こえてきて、RC767 便の、すいません、与那国行きのご出発の泉真央様、まもなく出発となりますので、至急搭乗口までお越しくださいっていうアナウンスが流れてきて、え、泉真央ってなんか聞いたことあるかなと思って、携帯いじってたらインスタのストーリー見てたんですけど、真央泉が与那国に帰省しますっていうストーリーを上げてて、泉真央って真央泉かで、登場口を見てたら、髪の毛ボサボサのリュック背負った真央さんが、すいませんって登場口に向かって姿が見えて、ああ本当に真央さんいると思って、すごいそれが面白くて、しかもちょっと言わしてほしいのが、その日すごい雨だったんですね。雨で結構便が遅れてたんです。で、真央さんの便が30分くらい遅れてたんです。30分くらい遅れてたのに、もう遅れそうっていうのって、もう間に合ってないじゃないですか。でやっぱ真央さんは真央さんだなと思って、温めてはないんですけども、ちょっと面白すぎてツイッターで言っちゃったんですけど、どうしてもここの他の MC で喋りたいと思って、はい、以上でございます。喋るなタイプの2人が過去必要で、あんま喋んない人たちがチューニングいらないタイプなんで、 MC めっちゃ困るっていう、めっちゃ困ってます。まあ、いろんなネタをね、日々こうやって抱えていきますもん、MC のために。はい、勝利できます。次はザ・ブルーグラスだと私は思ってる曲です。そうか、いいですか、ブルーグラス好きなんですか。マジでこの場でそれ言うのめっちゃ怒られるからやめて。ごめんなさい。ちょっと染みます。なんかタマちゃんのブルーグラス基準が結構ガバイと私の中で話題になって、いやでもいいと思う、すごい全部ブルーグラス好き。はい、はい、ブルーグラスやります。Thank heavens for the elevens。
なって嬉しく思ってます。お願いします。どうも本当にあの素敵なね、本当に楽しく会場を楽しんでもらってありがたかった。楽しかった。そう、まだ楽しむだけなんでね。そうですね。やっともう好きなもの。もうさっきいっぱい飲んで、嬉しいってなって。次は、ヨーデルを。ヨーデルを。ちょっと、限界を。たまちゃんが限界突破する曲なんですけど、私がたまちゃんのヨーデルを初めて聞いた曲で、そのさっきこの話なんか前のライブでも言ったから、聞いたことある話の人もいると思うんですけど、ちょっと言わせてほしくて、あの美声フェスっていうところでたまちゃんが初めてブルーグラスの人たちと一緒に、あのカナビスさんとか鈴木くんとかと一緒にやってたんですけど、その時の曲をやるんですけど、どん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 盛り上がっていく曲で、そのなんか美声フェスが体育館みたいなところでステージで歌ってみたいな感じなんですけど、体育館の床からこうやって巨大のビデオカメラで多分あの動画を撮ってて、でその動画を私が見てたんですけど、なんかどん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 盛り上がっていくたびに、おじちゃんおばちゃんたちがどん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 画面のところにこうやって座りに来て、うわーってやってるおばちゃんがどん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 増えていくっていう動画が好きすぎるので、あのよかったらあの YouTube でフォーク開発バンドって検索してくださったら多分その時の動画が出てくるんで、ぜひ見てほしいっていう曲をやります。はい、では最後、はい、ね、ありがとうございました。日本アルプスティックランでした。ありがとうございました。 He taught me how to yo
もう一曲なんかすいません私たちアンコールを用意してなくて、いや、あの遠距離バンドなのでこれが限界なんだそのでもアンコールあのよかったらその一曲今日やった曲の中で好きな曲をっていうのでよければさせていただきたいんですけどいかがでしょうか何か次は皆さんもぜひあのマスクをしていただいてあの、はい、こう浜ちゃんが歌うみんなが歌うところではいってやってくれるんですよそれでみんなで歌ってアルプス終わりたいと思います。練習しておきますか。あ、練習してて どこがいいかな。じゃあこれやってもらいますよ。いいですか。いや、そうミュージカルの中でもあのマリア先生って言ってね、でマリア先生と7人の子供たちが一緒にこれやってるんで、まあ、マリア先生にポジションでちょっとやってみます。懐かしいのはレイヨロレイヨロレヘパー、できそうですか。いや、早速いきます。